どうも、トライトです。統合版マインクラフトバージョン 1.19.50 で様々な追加要素やバグ修正がありましたが、また新たにバグが発生してしまいました。そして今回のバグは久しぶりのスイッチバグです。今回のバグはストラクチャーブロックが使えないというバグです。こちらのバグはハトさんからの報告で、さらに多くの方々からの報告がありました。よく使うアイテムなだけに発見しやすかったようですね。ご報告ありがとうございます。まずはストラクチャーブロックがどのように使えないかです。ストラクチャーブロック自体は開くことができます。コントローラーで操作してみます。すると、よく見てみると Y 座標の部分だけ選択ができないという謎のバグが起こってしまいました。高さに関する調整ができなくなり、こうなってしまうとストラクチャーブロックが使えませんね。スイッチにまさかのバグが起こってしまいました。ただこれはスイッチだけではなく、コントローラー操作だと選択できないということで、 PC でもコントローラー操作だと選択できません。ただ PC のマウス操作は選択ができ、スマホのタップも選択ができます。コントローラーだけが選択できないという謎のバグです。スイッチはマウスが使えないので、ある意味スイッチだけのバグかもしれませんね。では今回のバグの対処法を紹介いたします。まずはストラクチャーブロックを使うのではなく、ストラクチャーコマンドを使う方法です。ストラクチャー、セーブもしくはロード、ストラクチャー名、セーブの場合は支点の座標、終点の座標、ロードの場合は座標。基本の構文はこんな感じです。ストラクチャーコマンドを使えば保存やロードができます。他にもタップすれば変えることができます。スイッチ本体の画面に直接タップすれば Y 座標のところを変えることができます。いくつか対処法があるので良かったですね。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.19.50 から発生したバグ、ストラクチャーブロックが使えないバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。スイッチ限定ではなく、コントローラー操作の場合のみのバグのようです。マウスやタップはそのまま使えるので、ストラクチャーブロックを使うときはマウスやタップで、ストラクチャーコマンドを使うなどの対処をしましょう。こちらはスイッチ版 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。